アナログで手書きが楽だ。管理する。だけど使うはタブレットなの。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。長年紙とペンを使用していると、デジタルへ移行するのが面倒に感じるかもしれないです。ですが、スケジュールなどの予定管理やタスク管理は、明らかにデジタルの方が便利です。スケジュール管理のアプリ、タスク管理のアプリ、それぞれのアプリを使用して、データを連携させることができます。しかし、アプリに合わせて管理するスタイルになってしまうため、思ったように操作できずに、今まで通りシステム手帳で管理している人を見かけます。確かに、手書きなら柔軟な対応ができるんですが、それではデジタルの恩恵を受けられません。だからこそ、手書きの利便性をデジタル環境でも再現できるインクカレンダー&ジャーナルが便利なんです。これなら手書きのシステム手帳のように、今までと大きく変わることなく、予定やタスクを管理できるようになりますよ。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。